て入れて出す。おお、すげえ。辛いこと、嫌なことがあったら俺を見ろ、そして笑え。パワー。うちの子供を一日ちょっと江頭さんにちょっと見ていただけないかなと思いまして。俺子供大好きなんだけど、はい、これ大丈夫かな。多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと呼んでもいいですか。お、分かった、はい、ああ来た来た、おい、パンケーキ食べたよ。パンケーキ食べたよ。その前にエガちゃんです。エガちゃんです。おお、さすが D の子供。お名前は。マル君。マル君、いい名前だね。お、何これ。これ喋るから。あ、喋るか。今何歳。今2歳。2歳。あの、おじさんのこと知ってる。まるくん、誰。えがちゃん。あー、えがちゃん。せっかく俺が面倒を見るんだから、今日一日えがしら出雲叩き込むからね。何したい。パンケーキ作る。あ、パンケーキ作りたいんだ、うん、分かった。じゃあ、エガおじちゃんとスーパーで材料買ってパンケーキ作ろうか、うん、じゃあ行こう、うん、よし。スーパーに着いた。着いたよ。じゃあ藤丸、これから絶対エガおじちゃんの手を離さないこと、これ約束ね、はい、で、一人で走ってどっか行かないこと、これ約束ね、うん、だったった、これでしょ、いつも買ってるの、はい、1個入れてここに、はい、ありがとうございます。じゃあこれで卵、牛乳、ホットケーキミックス、なぜかマウントレーニア。これでいいね。レジ行こうか。あ、すみません。はい、行くんですか。ちょっと話すけど、藤丸、近くにいるんだよ。ね。いや、持ってないです。じゃあ、1500円。あー、すごいね、偉いな。おーおお、なんでぐるぐる回るの。エガちゃん回っちゃうよ、目が。エガちゃん目が回っちゃうよ。うわー、やめて、やめて。ちょっと麦茶飲もうか。麦茶、二人とも麦茶。じゃあ乾杯しよっか。いいよ。エガちゃんと乾杯。うまい。うまい。エガちゃんです。エガちゃんです。じゃあまずは。まずじゃんから。卵1個から。割ってみる。うん、それやってみる？やってみる。うん、ちょっとやってみて。お、いいよ。もうちょっと、もうちょっと。エガちゃんやって。いや、もうちょっとやって。いや、なんちゃ。じゃあやってみるよ。いいよ。お、いい？いいよ。おー、これに牛乳 150g。よし。そして、もじもじするか。じゃあ牛乳入れていいよ、藤丸。うん、入れて。はい。おお、ちょっとずつね。入れることできるね。えらいね。いや、もうちょっと。男は冒険しないと。
よし、いいんじゃない？お、入れちゃおう。はい。ヒヤヒヤだ。いいね。じゃあハサミ入れるよ。ちょっとこれ入れちゃって、ゆっくりね。おしよしよし、あ、全部入れちゃっていいよ。意外と細かいね。いやいやいや、ティッシュ大丈夫。よし、はい、大丈夫大丈夫。性格出るね。お、いいんじゃない、いいかな。で、こっちで、こっちでまさ漏れてるの。もじもじしちゃおう。うん、まじまじしちゃおう。これで。よし。できるね。ああ。おお、卵潰してね。じゃあもっと混ぜ混ぜしよう。よし、一緒に。ぐるん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 。えがちゃんとぐるんぐるん。もちもち。もちもち。ぐちゃぐちゃになってきた。ぐちゃぐちゃになってきたね。藤丸に。エガちゃんのギャグ一つ教えようか。もう一回読むぐらい。あ、聞いてないのかい。いらないね、そのくだり。よし、藤丸できたぞ。焼こうか。もう一回焼こうか。いや、いらない。パンケーキ焼いてみる。うん、おし、そーっとだよ、そーっと。じゃあここに置いて。お、いいね、上手。お、どんな形だこれ。いいね、ここにも行こうか。ちょっとくっついて、どんな形になってんだ。いいんじゃない。おいパンケーキ。おいパンケーキ。合体しない。ああ、せっかく俺の俺のパンケーキが合体しちゃう。よし、オッケー。ここで江頭出雲を叩き込む。エガちゃんのギャグ教えるから。これ基本ギャグ、パッて入れて出す。パッて入れて出す。おお、すげえ。もう一回いくよ。パッて入れて出す。出して、出して。おお、次いくよ。見て、これ見て。はい、これこれ。じゃあそれで遊ぼうか、うん、これだ、これだけは触っちゃダメだからね、はい、じゃあそれで遊ぼう。どれがお気に入り？取って、出して、出す。おお。なんでだよ今頃取って出す。これね、正直子供欲しくなるね。いや、ダメダメ、なんでだよ、前から言われなきゃいけないんだよ。いくよ、ジマリュー、パッて入れて出す。パッて入れて出す。おお。そろそろいいかも。裏返しにする。これ、やってみる。歩きよ。じゃあいただきます。はい、藤丸手を合わせて。藤丸藤丸手を合わせていただきますよ。せーの、いただきます。うましらー。
美味しい時はうましらって言うんだよ。うましら。おお。いい食事会だね。美味しい時はうましらだからね。うましら。うん。食後は歯磨き。まずね、前歯。これを俺は縦にしてんだけど。前歯縦あんまりないですよ。で、奥に行って。奥。で、前。縦にやって。それが異色だ。あーして。おい、オッケー。じゃあ、流しに行くよ。な、お前、俺にかけやがって。やめろ、やめろ。じゃあママが帰ってくるらしいから、これでもうバイバイね。うん、今日楽しかった？楽しかった。俺も楽しかった。また来ていい？じゃあ来るよ。じゃあまたね。はい、バイバイ。あっさりだな。やっぱり子供は可愛いね。これどうぞ。ありがとう。ちなみに今回教えたギャグ、取って入れて出すの誕生秘話はこちら。作業の内容は、前からテレビのブラウン管、こんな形ってるじゃん、はい、それがずっと流れてきて、それを取って箱に入れて出すっていう。俺の基本ギャグになった形ですよ。そこで生まれたんですか？そうで、それをものすごい勢いでやってたんだよ俺。取って入れて出す、取って入れて出す、取って入れて出す、取って入れて出すって。そしたら普通のバイト生より倍ぐらい俺入れてたの。優秀だったんですね。ものすごい。そりゃそうだよね。取って入れて出す、取って入れて出す。もう本気でやってたから。そしたら工場長が俺のとこに来て、江頭君、その動きみんなに教えてやってください。すごい効率です。で、俺一人一人に教えてやってたんだよ。で、俺がその工場を辞める頃には、はい、工場内全体が俺と同じ動きをできるようになってたんだよ。取って入れて、そう、取って入れて出す、取って入れて出すって。あ、いいぞいいぞみたいな。それが取って入れて出すの秘密なんだよね。藤丸にこのギャグは叩き込まれたのか。呼んでみようか。わっ、来た、かわいい。あ、やった。来た、藤丸、久しぶり。パンケーキ。今日はパンケーキじゃないよ。映画ちゃんです。入れてる。おー、取って入れて出す、取って出す。これから俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ。わかったな。